さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、セリアでの購入品があるのでそちらを紹介していきたいと思います。こんな感じで1500円いかなかったぐらいかな、買ってきたので紹介していきます。まずはこれです。セサミストリートの手口拭きです。いつも買ってるのがキティちゃんのやつだと思うんですけど、あれダイソーでセリアには売ってなかったので、このセサミストリートが可愛かったんでこれを買ってきました。次はですね、私引っ越したばっかりなんですけど、これでお家で使おうと思って買ってきたものを紹介します。まずはこれ、マイクロファイバータオルです。エイリアンの柄のやつなんですけど、トイストーリーのね、すごい可愛かったし、台所に置こうと思って買ってきました。次もキッチン系なんですけど、じゃーん、キティちゃんのピーラーです。ピーラー欲しくて買ったんですけど、家にないと思って買ったんですけど、まあ家にありましたけどね。これめっちゃ可愛いんですよ、キティちゃんの形してるところが。なので使いたいと思います。でそれと、まあもう一個またキッチングッズなんですけど、これ菜箸を買ってきました。このキティちゃんのやつですんごい可愛くて、これもで、これはマイメロちゃんの柄もあったんですけど、こんな感じでキティちゃんにしました。ここでね、つながってて、これがこう引っ掛けて片付けられるらしいんですけど、引っ掛けるところがないので、これはまあ多分そのままね、こうキティちゃんつけて可愛い感じで使うと思います。あとはですね、ハロウィングッズが結構あったので少しだけ買ってきました。まずはこれです。ペーパーナプキンです。ハロウィンゴーストパーティーっていうからの16枚入りのやつなんですけど、これもね結構種類があって、種類とか色の展開もあったんですけど、こんな感じでね、フランケンシュタインとか、あと魔女とかお化けとかがある感じのものにしました。ここにニーラ男とかいるんですけど、この柄可愛くてこれにしました。あとですね、じゃーん、こんな感じでネイルシールを買ってきました。はい、こんな感じでコウモリとか、あとかぼちゃが乗ってたりするシールになってます。これが一つ目で、二つ目なんですけど、水で貼るだけ簡単ネイルっていう転写シールになります。こんな感じで背景っていうのかな、コウモリとか飛んでたり、まあ、魔女が飛んでたりするこういう背景の転写シールです。これも普通に爪でね、爪にペラって貼れるらしいです。最後がこちらですね。こんな感じのハッピーハロウィンネイルポイントシールってやつで、これは結構ポップな感じになってます。なのでこちらを使って、まあ、ネイルしたいなと思って買ってきました。せっかくセルフネイルをしてるので、ネイルもちょっとハロウィンっぽくしたいなと思ってこちらを買ってきたんですけど、まあ、何パターンかね作れると思うので、楽しみにしててほしいなと思います。次はですね、まあ、ネイル関係というかネイルに使いたいなと思って買ってきたもので、まずはですね、これ UV レジン対応ダイカットパウダーっていうハートのキラキラです。一個一個が全部ハートになってるんですけど、これすごい可愛くて、ハートがねこう積もってる感じのネイルがしたくて買ってきました。青とピンクと黄色の3色がいっぱいシャカシャカ入ってる感じのダイカットパウダーです。ちっちゃいストーンなんかを取るときに結構取りにくいので、こんな感じのクラフトパーツキャッチャーっていう商品があったんで、これも買ってきてみました。これどういう感じなんだか分からんけどね、まあ使ってみてレビューしたいなと思います。最後なんですけど、ちょっとやりたい動画があって、それ用で買ってきたんですけど、こんな感じです。じゃーん、まあ感づいた人もいるかと思うんですけど、音フェチ動画がやりたくてこちらの3つを買ってきました。まずこっち2つがですね、どっちもスライムになってます。間違えた、普通のスライムじゃない、これこっちはね、つぶつぶ粘土スライムっていうやつなんですけど、これ普通のスライムかと思ったら不思議粘土スライムらしい。ボールみたいに跳ねる、丸めて跳ねるっていうやつらしい。うわ、やらかしたな。なんかね、これ普通のやつだと思ってたんですけど、これにこのスパンコール、これもセットこれもこのセット、可愛い感じの色のものがあったんでこれを買ってきたんですけど、これをこう入れてスライムにスパンコール入ってるカリカリっていう感じの音を出したかったんですけど、これ普通のスライムじゃないから無理かな。ちょっと開けてみよう。紙粘土みたいな感じのスライムです。今回の購入品はこんな感じです。そう、地元にはなくてスライムが、なのでやっと見つかったので、やっと念願のスライム音フェチが取れるなと思って。ただね、ちょっとちゃんとね、普通のやつにスパンコール入れたかったんですけど、まあ、とりあえず今回はこれにちょっと入れてやってみたいと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。